も小池です。なあカイドウ、もう正直に言えよ。今日はですね小池さん、何何やっぱりですね、今週号のジャンプ読みましたか？まあまあ、ジャンプかやってるからね。読みましたよね、一緒にね。読みましたね、はい、カイドウね、はい、どう思いました？どう思いましたって、まあ、カイドウいよいよ決着つくのかハラハラドキドキみたいな。ルフィがバジュラングガンっていう、まあ、サルガミ銃を打ち出しまして、サルガミ銃ね、でカイドウが昇竜拳を打ち出したわけじゃないですか。昇竜拳、昇竜拳ではないね、火炎八家とぶつかり合うわけなんですけど、はい、何か違和感を皆さん覚えませんでしたか？そうか、冷静に考えておかしいんですよあれは。誰だよ。まだカイドウはあるはずなんですよ。なんだよこれは。何がおかしいかと言いますと、はい、カイドウ前回1047話、めちゃくちゃ熱いこと言うとったんですよ、はい、ロジャーが非能力者と教えてくれて、はい、能力が世界を制することはないと、はいはいはい、覇気だけが全てを凌駕すると。うっさ、覇気だけが全てを凌駕する、うん、もう一回こちら見てください、はい、昇竜火炎八家、うん、覇気だけが全てを制する。昇竜火炎、なるほどなるほど、ね、本人は竜の能力もじゃあ使いこなしてるやんと。そうよ、覇気で凌駕ってそれ違うやんってこと言いたい。そうよ、それ言った後にさ、うん、そしてお前がその右手を振り下ろすことはない、溶けて消えるからだみたいなさ、うんうん、言われたルフィもどういう気持ちで聞いてんねんと。あ、いやいやあんたちょっとちゃうやん言ってること、うん、みたいな。お前ニカもびっくりやわ、お前自由に発言しすぎやでみたいな。つまりカイドウ、はいはい、あんたハキハキ言うといて能力にめちゃくちゃ頼ってませんか？僕はカイドウさんに怒ってます。はい、このままでは負けてしまいますよルフィに。僕はカイドウさんに勝ってほしいと、うんうん、なんならルフィ今回なんて返したか、勝ってほしい、触らねえ方法ならジジイに習ってんだと、うん、ルフィの方がよっぽどハキで戦おうとしてるやん。竜王のさ思い出してさ、竜王ってハキやん、うんうんうん、世界制するのルフィやんみたいな。嘘でしょうと、まあ、そういうことを思うわけなんですけども、うん、まあ、カイドウのこれまでのまでもちょっとまとめてみたんですよ、はい、例えば大威徳雷鳴八家、はい、竜巻開封、うん、でボロブレス、うん、火炎大吾、うん、でそして今回の昇竜火炎八家、まあ、この5つの技なんですけども、うん、大威徳雷鳴八家以外は基本的に全部悪魔の実の能力をかなり使ってるんですよね。まあそうだよね、そもそも出会った時の雷鳴八家っていう大技、はい、すごいなと思ったんだよね。あれはでも覇気っぽいじゃないですか、まだそうだから覇気をまとわせてたかなと思って。そう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 、うん、だからかなりヤバいんですよね。ヤバい、カイドウに関して僕は今日矛盾してるなっていうことを思ってるんで、うん、今日はそれについて言及していこうと思います。何のかやねこれ、またおせっかいかみたいな。このままやったらカイドウさん負けますよっていう、もう一回自分の発言振り返ってみてくださいっていう回。悪魔の実の能力に頼らず覇気で戦ってねっていう回なんですけど、親にだけは言われたくない。まず、うん、スマイル製造問題、はい、カイドウはですね能力が世界を制することはないと言っていたんですが、うん、フラミンゴとシーザーを利用してスマイルを部下に食べさせまくってるんですよね。言ってること矛盾してるやんと。ああそう、どないなってるんと、うんうん、竜巻開封とかボロブレスはもしかしたら覇気をまとった攻撃ができるかもしれません、うん、だからまだギリギリ弁解の余地があるのは分かります、うん、しかしスマイルを作ったこと、そしてそれを部下に食べさせたこと、うん、どうなってるんだ。そうリアクション。あれちゃうの、だから昔ロジャーにそうやって負けた経験があると多分もしかしてね、うんうん、だからこそ自分はもうたくさんの軍団を持ってしてそれに対抗しようと。つまり差しでやるんだったら覇気の方が上だけども、それを凌駕するためにそれ以上の言ったメンバーをギフターズとか用意しようって言った、はい、覇気は全てを凌駕すると言いながら、こちらの発言皆さん覚えてますでしょうか、はい、フラミンゴがやられた後なんですけど、じゃあもうこれ以上ギフターズは増えねえじゃねえかよ、うおー、全ての能力者は最強の海賊団作ろうぜって言ったじゃないか、うおーって言ってるんですよ。能力者の最強の海賊団言うてるやんと、覇気やちゃうやんみたいな、もうカイドウさんやばない、言ってることやってることみたいな、あいつやばいやばいメンヘラや思ってたけど、ほんまにねもうね夜と昼で言ってることが違う。まあ、ダメ、酔っ払ってるからちょっとそのあるんじゃん。しかも幹部飛び六方、全員古代種集めとるんよ、うん、古代種ゾーン系縛りしてるんよ、うん、ゾーン系が強い身というのはウオウオの身であることから分かっとるわけじゃないですか。で今回はもうルフィが人々にモデルに似たやということから、ワンピースの世界ではゾーン系がかなりレアで、まあ、今どん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 急上昇、株上がり中なわけなんですよ。ゾーン系株がサイファーポールで下がったね、あの株が、はい、おしゃべりキャットでもだいぶ下がったんですけど、ここに来ていきなりこのゾーン系の株が上がりに上がりまくってるんですけど、はい、しかしですね、そこにこだわってるというのはどうなん、大看板も飛び六本両方とも能力者に頼ってるんやな。
おまけに一番強いカイドウの幹部って言ったら皆さん誰を思い浮かべますか？一番強いキングでしょ、うん、キング、うん、何族ですか？キングはルナーリア。ルナーリア族はめちゃくちゃ硬かったわけじゃないですか。硬かった。そして炎が生えてくる。それにプテラのドンっていうことなんですけど、どこに覇気の要素あってあ、それ使えますよ。使っていいよ。使ってはいますよ。使ってるよ。でも覇気目立ってましたか？いやもうそういう次元じゃないんじゃない。もうなんならジジイの覇気の方がワノ国で目立ってませんか？ジジイは能力者ちゃうから。はぁ、何をやってるのか。何のかいな。ちなみにですね、このカイドウはですね、悪魔の実をわざわざ自分から苦労して手に入れてるんですよね。はい、ヤマトが食べた大口のわかめ。あ、そうそう、弓の実ね。この大口のわかめ。弓の実ってない、苦労して手に入れ た。その悪魔の実も別にお前に食わせる気はなかったと、わざわざ言ってるんですよ。覇気を極めれば世界をできるということを言ってるのに。うん、つまり、カイドウは、海賊王になれなかったのはですね、百獣海賊団としての戦略をそもそも見捨てたんじゃないのかと。ほうほう、能力が世界を制することはないってね、口では言っときながら、心では能力が世界を制するんじゃないかと思ってしまったと。じゃあ一方ルフィどうですか？どうですかとは、レイリーにしっかり覇気を習って、うんうん、ですね、2年後は覇気バリバリ使えるようになりました。はいはいはい。ゾロ、うん、ミホークに覇気習いました、うん、サンジ、まあ、習いました、イワンコフに、うん、ウソップ、うん、ドルスローザで覚醒しました、うん、あれどっちかっていうと覇気の一味って麦わらの一味じゃねみたいな、うんうんうん、ほう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 ってなるわけじゃないですか、うんうん、そしてかつての海賊王、うん、ロジャー海賊団、はいはい、船長副船長悪魔の実食べてますかっていう話なんですよ。そこな、二人とも食べてないんですよ、うん、見たろ、おでんもそうやかな。そうよ、うん、だから覇気だけが全てを凌駕するという分析は早くできましたねと、はい。しかし、なぜそこから全て能力者の海賊団を作ろうぜと、頭ぶっ飛んでんちゃうんかみたいな雷鳴発見、あったろかみたいなこと思うわけなんですけどどないなってんねんってわけなんですが、もうこんだけ覇気が重要ってことを認識してきながら、本来なら部下にやるべきことはスマイルを与えることではなく、はい、強力な覇気コーチをつけることやったんじゃないのかと思うわけなんですよ。言ったらあのジジイをつけるみたいな。そう、ジジイとかレイリーとか覇気を教えれる人間っていうのはこの世におるし、まあ、なんならカイドウも別に教えようと思ったら教えれると思うんですよ。そりゃそうやな。そう、だからわけわからんあのドフラミンゴとかによくわからん果物作らせる場合じゃなくて、覇気を教える、つまりオンザジョブトレーニングってやつをやってなかったんですよね。オンザジョブトレーニング、はい、あ、やっぱ新人研修とか覇気を組み込んでなかったんですよ、研修に。スマイルの博打に頼ってしまった結果、今回このルフィがやってきて、スマイルの博打に頼ったせいでおたまにどん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 自分のところの戦力も奪われてしまって、これ結局悪魔の実の能力を過信した結果なんですよね。へー、なるほど。まあ、実際ペコモズも言うてますよ、はい、まあ、己の能力が最強だと思ったやつから死んでいくみたいなことを言うとるわけなんですよ。寿命は短いから、ね、そう、つまり能力者の軍団を作れば最強と思ったが4校から死んでいくという、誰が言うてんすか。ペコムズはもう予言していたわけなんですよね。あれはそう言ってたっけかな、はい、まあ、そういうことでカイドウさん、もうあなたこのままでは負けてしまいます。厳しいわ。ちなみにですね、カイドウ他にもね発言の矛盾があるんですよ。そんなある？まあ、皆さんも気になってきたでしょ。カイドウ、うん、この発言有名ですよね。死は人の完成だ。ののいいじゃんよ、ここや。いやいや、これかっこよかったよ。ここ言ってこうやってブーって出てきたらかっこよかったよ、うんうん、でもね、僕らにちょっと思い出してしまうんですよ、ね、何？この発言の裏にあるカイドウの思いっていうのは、うん、おでんとの戦いだと思うんですよ、うん、あの着せずして自分の強敵やったおでんを、まあ、ちょっと倒してしまったわけじゃないですか、うん、不意打ちのような形 で実際赤座で戦った時のお前らはやはりおでんじゃなかったと、うん、あんな怪物侍はもう現れねえっていう、昔惚れた女に対する恨み事を言うみたいな、はいはい、まあ、めめしくてめめしくてめめしいみたいなところがあるわけなんですけど、ボンバーしたけど今、はい、まあ、このギアフィフスでニカとして蘇ったルフィを見て、はい、麦わら生きてたかありがとうよみたいなことから、まあ、なんかライバルを求めてるんやなってことがまあ分かるんですよね。あ、でもこれね、冷静に待ってほしいんですよ。なんか僕も悠々白書好きやから、あのトグロとかセンスイがですね、自分と対等に戦えるライバル、自分を殺してくれるぐらいの強敵と会えることに感化されたんかな。それがトグロ、間違えた、カイドウなんかなってことを思ったんですよそう思ったんですけど、ちょっと待ってくださいと、よく考えたらこれもおかしいんですよ。そもそもカイドウの初期設定、空島から急降下、ランカリーもびっくりなぐらい急降下するんですけどあれは何をしてたかというとね、自殺をしてるわけなんですよ、はい、いやいやいや、
ライバルと命削る戦い次第なら、そうだ自殺をしようみたいな展開にならないわけじゃないですか、これはおかしいでと、まあ、一応趣味ということで本当に死ぬ気がないタイプの自殺かもしれません、はいはい、僕の友達にも完全自殺マニュアルを持って死んでないやつはいます、はい、そういうやつはおるんで、まあ、じゃあ100歩言ってそうやと思うんですが、はい、カイドウにとって自分と同格の四皇であるビッグマムかつていろいろあったんでしょう。ビッグマムは自分を殺してくれる存在であると思うんですよね、じゃあビッグマムと命をかけて戦ってもよかったと思うのに、なんか酒飲んだら仲良くなってもうてんな。お酒に支配されてんちゃうの、いろいろと。まあ JR とかでもよく見ますよ、お酒の失敗一生の失敗になるよみたいなやつ。うん、あるね。つまりカイドウはこれ何々ジョーゴ何々ジョーゴ言われてますけど、結局まだ姿を見せてない8つ目のジョーゴは情緒不安定ジョーゴなんですよね。いやもう情緒不安定なのよ現時点で。そうそう、死滅裂野郎なんですよ。結局なんかさ、幽白書のトグロやセンス言ったけどさ、はい、あの剛速球投げるタイプの剛っていう力強さでは、うん、トグロなんですよ。そうね。そうでもなんか変化球を使うっていうセンスのタイプにおいては人格がある、まあ、それはお酒によってモードで変わるみたいなところが、うん、両方のボス合体させてる感じするけどな。あーまあね、うん、この因縁朝からのビッグマムと久々になって意気投合しただけに見えるんですけど、うん、実はこれねかなりヤバかったんですよね、うん、このヤバさ皆さん気づいていますでしょうか。何でしょう。実はビッグマムが入国するとき、カイドウみたいなことも言ってやってくるんですよ。でそこでですね、あのヒューンって感じで、あのキングさんがねビッグマムをねヒューってやってくれてるんですよね。でこのキングがやってくれたよって言った後のこのカイドウの反応を皆さん見てください。ちょっとホッとしてるんですよ。ホッとしてるね、うん、つまりカイドウはですねビッグマムに対してちょっとビビってしまってる。ああまあそれはあるでしょうね、まあ、無事じゃ済まないっていう。そう、まあ、だからかつては多分ボコボコにされたんでしょうね、弟分やった時代に。その頃の記憶から、まあ、かなりホッとしてることから全面戦争やみたいなこと言うとったけども、最初から意気投合する気があったんじゃないのかなっていう。始めよう暴力の世界とか言ってるけど、カイドウがやってることは結構和解なんですよね。おお、なるほど。死は人の完成形だとかかっこいいこと言ってるんだけども、多分言いたかっただけなのかなっていう。どうすか。どうすかって何なんだ今日この会話。今日カイドウに対する警告する会。警告会言ってることも矛盾してるよっていう。あ、そうで実際カイドウが、まあ、うまくやったぜ白ひげのジジイはみたいなことを言うとったわけなんですけども、ね、そもそもカイドウも頂上戦争行ったらよかったんちゃうみたいなことを思うわけなんですよ。あー、なるほどね。そう、なんか赤髪と小競り合いしとったから来られへんやんっていう意見あると思うんですけど、赤髪が来たやん、カイドウも来れたやろ同じタイミングで。あ、なるほど。そう、4個集まっちゃう。だからほんまに死に場所を求めてたら、あのタイミングで別に来てもよかったんですよ。まあ、一番死ねるよ。そう、 あの空間が。そうね、白ひげを撃つということは多分まあロックス海賊だから白ひげとも何らかの因縁はあるはずなんですよ、うん、あるやんな。じゃあ今戦って死ぬか白ひげを撃つかっていうのは、どっちにしろその海賊をワンピースに近づけたと思うんですよね。あ、確かに。だからここに来てなかった時点でカイドウはやっぱりもうルフィ以下なんですよ、ワンピースという物語において。まあ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 、もう主人公としての格じゃなくなってしまってるんですよね、はいはいはい、じゃあ一方ルフィ、エースをね助けるために主人公として動いた、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。かっこよかったね。じゃあこの時このカイドウというのは赤髪海賊団に止められとったんですよ、うん、でまあ僕の予想なんですけど、レッドでですね赤髪海賊団はついに判明します、はい、能力者じゃないことが、うん、つまり赤髪海賊団はロジャー船長の教えを守って能力じゃないと、この世界を制するのは覇気やということで、あいつら覇気集団なんですよ。つまり2年前の時点でやっぱり覇気やスマイルじゃないって気づいとけば、うん、今ルフィに負けることはなかったんかもしらへんのよ。それは知らんけど。わかりますか。でまあカイドウはもうね食べちゃったもん仕方ないけども、はい、まあ、少なくともその部下に関してはもっと覇気を教えれたなと思う。いやそうよ、うん、もったいないここで。そう、うん、そうしてる。だから、うん、カイドウは基本的に、うん、まあ、シャンクスとも小競り合いしただけ、うんうん、ビッグマムとも仲良く酒飲んだだけ、白ひげとは戦ってない、黒ひげとも戦ってないと、うん、まあ、つまり同格以上の人間と戦ってない可能性があるんですね。あ、もう雑魚ばっかりですよ。はい、要するに雑魚狩りやということなんですよ。もう雑魚狩りのカイドウ、まあ、そう言われてしまってるわけなんですね。誰に言われてるんですかこれ。俺。僕はカイドウのことめちゃくちゃ好きなんですけども。いや好きよね。そう、うん、ルフィ戦においてちょっと負けるのが許せないんですよね。ああなるほど。でこんなに一生懸命連戦連戦連戦で戦ってきて、うん、もうエナツもびっくりするぐらいの連戦ですよ、はい、もうそれぐらい戦ってきたこのカイドウ、うん、なんで最後、うん、悪魔の実の能力に頼ってしまうんと。まあでも最後かどうか分かんないよ。いやまあね、まあ、決着つかずに
本当に差しならばっていう感じだ。もうぶつかり合いみたいになるでしょ。そうそうそう。だからもう本当はこの、まあ、ルッチとルフィのこういう描写あったじゃないですか。ああ、この拳があってドン。そう、あれも技名とかじゃなかったじゃないですか。あれの吐き版とかがもう見たいんすよ僕は。わかりますか、カイドウさん聞いてますか僕の話を。ちなみにですね、カイドウさんはですね、はい、強者との真剣勝負でしたっけ、まあ、自分より弱い赤鞘たちと対戦した時なんですけど、はい、浅いんだよそんな力じゃ、あの時の傷は開きもしねえみたいな感じで、はい、まあ生きてるんですよね。で、まあ猛者と正々堂々で戦うことはさっきも言ったように避け取ったわけで、うん、カイドウは基本的に今軸がかなりブレてるということがこの辺で分かってしまうんですよね。そう、でその結果、まあ、自分の息子のヤマトにも、まあ、なんかあんまり尊敬されへんし、まあ、ドレイクとかアプーにも裏切られてしまうし、まあ、ちょっと足元を救われ気味なんですよね。そう、だ本来なら自分からやっぱチャレンジスピリッツで覇気だけでどんどん戦ってって、ビッグマムとかもバーンって飛ばしたり、白ひげもバーンって飛ばしたり、赤髪とかもバーンって飛ばしとったら多分今頃海賊王になれとってないけども、まあ、残念ながらそうなってない。そしてこのルフィとの一戦においても覇気プラス能力で戦っちゃってるところが、まあ、このロジャーとの違いが出てしまってるのかなと。なるほど、まあ、思うわけなんですよ。でこれはちょっとね SBS で聞いてほしいかも。いやそうやね、うん、なんか本心はどこにあるのかとか、気持ちが変わった瞬間どこだったのかとか。そうだよね、ワノ国って長いから忘れてることも多いじゃないですか。だからこそ一貫してカイドウだけ追った時に結構矛盾してる発言や行動っていうのはどういうことで補完されるのかちょっと聞きたい。気になりますね。気になる、うん、で、まあ、このカイドウの発言の中でもやっぱ気になるところっていうのは、窮地ほどに笑い、笑うほどに勘とか、うん、お前もジョイボーイにはなれなかったかとか、まあ言うてるんですけども、うん、これもですね実は何も知らんけど、とりあえず言ってるだけなんですよ。説が僕の中で出てきまして。あ、そんな説ある。はい。まあ、これ僕2個やと思ってて、窮地ほど笑い、笑うほど2かっていう説と、まあ、特に言うことはないけど、言うときは、なんかそれっぽく聞こえるやろ、みたいな。聞かせてんねん。聞こえてへんやろ。下落ちてんのに。まあつまりこのカイドウはですね、結構言ってることとやってることが変わっちゃってるじゃないのかなっていうことを思うんですよね。はい、まあ、なんでね、僕は今回カイドウさん多分もうそろそろ負けてしまうと思うんですけど、カイドウどうしたら勝てたらかよというのを考えてみると、もっと覇気に頼る、覇気を極める方向で攻撃していったらよかったんじゃないのかなと。だから炎とかまとわしてる能力の余地があるなら、もう全部覇気にまとわした方が実はカイドウ強いんじゃないのかっていう、うん、史上最強言われてますからやっぱり、うん、そうね、もちろんね、はい、だからもう神獣フォルムでこの覇気だけをまとうみたいな覇気情報になればよかったんじゃないのかなっていうことを思いますね。なるほど。あ、皆さん間もなくカイドウやられると思いますけど、うん、どうですかね。でどうですか、何終わってないかもしらんで、もしかしてまだ、まあね、決着は早くついてほしいんだけど、ワノ国も早く開国してほしいんだけど、うん、もっと戦ってほしい感はあんだよね俺ね。ある。そう、2巻の戦いもまだだって覚醒してまだ 2,3 話しか経ってないよ、はい、戦いとしては、ね、うん、だからまだなんかもっと見たいねっていう。まあ、こっから覇気大魔人みたいなモードになったらびっくりするけどな。そう、なんか覇気情報、覇気情報最後、うん、もう覇気だけが全てだ、見せてやろうみたいな。そう、だからベルゴ上位互換版みたいな、うん、全身真っ黒のカイドウが出てくるみたいな、うん、だ今はなんかニカとしてゴムのなんか感じじゃないですか、うん、だからその溶かしてやろうっていう感じだと思うんですけど、もう地上に降りた瞬間からもうバシ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 ってなるかもしれない。めちゃくちゃやってほしい、やってほしい、うん、まあ、というわけでね、ちょっとね覇気頼みます、はい、見せてください、4校の覇気を、地上最強生物としての覇気を、生物としての格の違いを、あの麦わらに教えてやってください。カイドウさんよろしくお願いします。それでは See you。 お願いします。